スーツは、日本の男性ユーチューバー、秋田内陸縦貫鉄道観光列車アドバイザー。東京都出身。本名と誕生日は、非公表。横浜国立大学経営学部在学中。鉄道学校である、岩倉高等学校運輸課を卒業。駅員になることが夢であったため、鉄道会社への就職を希望するも、不採用となり。 横浜国立大学に進学した。2017年、最長往復ギップの旅の動画投稿を機に本格的な活動を開始。2018年、初めての海外旅行に鉄道と船を使ってヨーロッパへ渡航。世界を一周して帰国した。2019年、秋田内陸縦貫鉄道の観光列車アドバイザーに就任。2020年8月、同年6月より、 伊賀鉄道が開始したオリジナルヘッドマーク形出サービスに応募し列車に自身の顔写真が掲出されたこの形出で同サービスは10月中旬まで予約が入るなど話題を呼んだ鉄道マニアである父も鉄道マニアで適度に鉄道の楽しさを教えてくれたことで自然と鉄道に興味を持ったユーチューバーになってからの将来の夢は穏やかに暮らすことである 豊富な知識と独特の語り口を特徴とし、全国の鉄道の走行シーンや車窓風景について解説を交えて公開している。青春18切符を使った動画から、ファーストクラス利用の動画まで、国内の鉄道だけでなく、海外の鉄道を含め航空機や客船関連といった交通全般の話題も扱う。また、箱根や奈良などの有名観光地を訪問する動画や、 地域観光の情報発信を目的とした動画も公開しており、鉄道系 YouTuber の第一人者とされる、企業、行政との主な取り組み動画、ありがとうございます。